侍になった正吉。今から160年くらい昔、日本は江戸時代という時代でした。200年以上の間、限られた国だけに日本への出入りを許し、厳しく監視していました。しかし、その200年の間に、ヨーロッパやアメリカでは産業が発達して近代化が進み、船の性能も良くなって、遠い海を渡り、アメリカの船が日本までやってきました。アメリカは自由に日本へ出入りしたいと強引に要求してきました。日本は仕方なく出入りを許可しましたが、国内では反対派の意見をまとめられずに大変困っていました。そんな時、種子島に大きな異国船が現れて大騒ぎになっていました。あばやあばや、こっち行くいろ、どこにしようか。その時、種子島を治めていたのは女との様、小寿院様でした。住吉、よきのの沖合に異国船が怒りを下ろし、小舟に乗って数人の人がよきのの漁港に上陸しそうな気配です。騒ぎの報告を受けた小寿院様の指示で、外交担当の役人平山東左衛門が駆けつけました。すると上陸してきた8人の中に正吉という日本人がいると分かり、平山東左衛門はほっとしました。正吉と一緒に上陸してきた8人の中には異国船の船長ブルック大尉もいました。ブルック大尉から事情を説明するよう指示された正吉が言うには、私は淡路の国の者です。2年前同僚の2人と未完船に乗って伊勢へ向かっていましたが、台風に遭い遭難して130日間海を漂流しました。しばらくの間はみかんを食べて飢えをしのぎましたが、同僚2人は餓死してしまい、私だけが死を免れ、近くを通った船に助けられました。そこはアメリカという国で、日本語がわかる人がいて私を助けてくれました。私は数ヶ月間そこでお世話になり、こうして日本に向かう船に乗せてもらいました。あの船はアメリカの測量船でクーパー号といい、アメリカの役人が乗っています。皆さんに危害を加えたりしませんから、この付近を測量させてください。拒否されると大変な揉め事になりかねませんと正吉は説明しました。そこで種子島の周りの測量を許可することになりました。通訳の正吉が乗っているとはいえ異国船です。油断はできません。平山東左衛門は小寿院様に異国船の行動を事細かく報告しています。東左衛門のセリフ、何をしているのかよく分かり申さんが、測量の作業は進んでいるようでござり申す。その人たちは近くの家に入り、お茶を飲んで帰ると、犬のような角の生えた生き物を引いてやってき申した。正吉の通訳を通じて断ると構わず置いていき申した。お茶のお礼のつもりだったのでござり申そう。小寿院様は正吉がいるので言葉には不自由しないでしょう。その者たちの欲しいものを与えてやりなさいと指示しました。よきのの人たちは正吉の通訳で交流をしました。おぜたちはどこから来たとやら、あばやーとがどこからとやらと言葉をかけ、異国船の人たちを涼しい木の下にむしろを敷いて座らせると、井戸から冷たい水を汲んできたり、月桃の葉で包んで
蒸した団子や黒砂糖を持ってきて、ようお邪気もしたなと隣の人が来たようにもてなしました。正吉も本当に祖国日本にやっと帰ってきたと実感するのでした。異国船の人たちは鶏2羽と吹き貝1個が欲しいというので与えると喜んで船へ帰っていきました。そして異国船は北の方へ陸沿いに去っていきました。ところがなぜか本崎の沖で反転して西表の赤沖港の沖に怒りを下ろしたのです。すぐに家臣や役人たちが集められ町の守りにつきました。しばらくすると正吉を含め異国人8人が上陸し、港の周りを測量したり自音寺で涼んだりしました。その異国人の中にブルック大尉がいました。お茶と水を与えたところ、ブルック大尉も2本の小瓶を出して飲ませてくれました。それはとても甘くて美味しいものでした。こんたうまか、大勢も飲ませてもらえや、こんた酒じゃろかと首をかしげる者もいます。正吉がここにもこのようなものがありますかと聞いてきました。寺の僧侶が2本の焼酎を見せると、それが欲しいというので、よかろう持っていけやと言うと喜んで船に持って帰りました。次の日、正吉とブルック大尉を含む9人の異国人が小型の銃と薬莢を持ってきました。6連発銃だというのです。正吉が言うには、異国の人たちはあげるというものを辞退しても承知してくれません、これは受けた恩に報いる恩礼なのですから受け取ってくださいと説明するので、戸惑いながら受け取ると銃の構造や操作を教えて船に帰っていきました。しかし異国人は種子島を離れがたいようで何度も戻ってくるのです。そしてようやく帆を上げて海の遥か彼方へ消えていきました。東西門は、小獣医様、これがアメリカ人がくれもんした新式の銃、6連発銃でございます。火縄を使わず発砲でき、便利な武器でございます。小獣医様、今の時代何が起こるか分かりません。すぐに鉄床に回してたくさん作り保管しておくように。東西もかしこまり申した、すぐに手配いたし申す。小獣医さん、本当にアメリカ人と島の人々が仲良くなったのですね。種子島の人々が親切にしてあげたので、お礼に6連発銃をくれたのですね。異国人が種子島を離れがたいと言ってくれたのは本当に嬉しいことです。みんなもよくやってくれました、ありがとう。しかし今一つ気がかりなことは正吉のことです。無事に故郷へ帰れるのでしょうか。東西門、異国船の大将は大変立派な人物にござり申した、きっと良い対策をしてくれ申そう。正吉が種子島を後にしてから1ヶ月が過ぎていました。その頃正吉はまだ横浜にいました。ブルック大佐はこの日本ではたとえ遭難者でも一度国を出た者は誤解されて厳しく扱われることがあると聞いている。何としてもこの誠実で礼儀正しい正吉を安全に帰国できるようにしたいと、正吉をいつも自分のそばに置き、アメリカ総領事ハリスやアメリカ海軍の提督に相談して慎重に正吉の帰国交渉を進めていました。
そして正吉はブルック大佐のブルック隊の立ち会いのもと神奈川の役所に保護されて、そこから江戸にある徳島藩邸の八須賀成広公に引き渡されました。成広公から我が徳島藩にとって正吉は外国に通じた有能な人物だと評価され、天網という名前をいただき、天網正吉となりました。そしてこの時より正吉は漂流民から一転して刀を持つ武士となり、徳島藩で最初の英語通訳となったのです。正吉、私に関わってくださった皆さんのおかげで今こうして私は生きて国に帰ることができました。これからは私がアメリカの 船で働いて学んだことを藩のためにお役に立てるよう全力でお使いいたしますと感謝するのでした。ちょうどその頃、日本の使節団として勝海舟や福沢諭吉が軍艦勸輪丸に乗りアメリカへ向かうことになりました。しかしまだ日本では船を操縦して太平洋を渡った人は誰もいません。その時、太平洋を幾度も渡り優れた経験を持つブルック隊がクーパー号の乗組員と共に乗船することになりました。乗船した乗組員の中には正吉と同じ体験をして数年前に無事帰国を果たし英語通訳となったジョン万次郎の姿もありました。その勸輪丸には白地に赤の日の丸が輝いていました。この美しい日の丸は少し前まで種子島家の船に高々と掲げられ、種子島の人々にとって誇らしい船印だったのです。その日の丸は薩摩藩島津家の船印となり、そして今勸輪丸に掲げられ鮮やかにはためいています。正吉の通訳で種子島の人々と温かい交流を持ち、美しい夕日に感動したブルック隊員に種子島とつながる不思議な偶然が重なり、勸輪丸が初めて太平洋を渡るとき乗船していたのです。ブルック隊は日本でのさまざまな出来事を振り返りながら、正吉がふるさとへ無事帰れたことを信じてアメリカへ帰っていきました。ブルック隊と別れてからの正吉は英語通訳や徳島藩の軍艦通在丸の艦長として立派に役目を務めました。アメリカの船で体験したことや技術が十分に生かされていました。やがて明治という時代に変わり、仕事を失いましたが、どんなにつらい時もあの未完船で恐ろしい嵐に遭い漂流して助けられ今生きているということを感謝し、自分を大切にしてくれたブルック隊や親切だった乗組員のことを懐かしく思い出しながら強く生き抜きました。そして正吉は日本に無事帰ることができてから33年後の明治25年5月22日に63歳で亡くなりました。終わり。日の丸が種子島発祥していたらしいですね。そうです。で、日の丸が、うん、でそれを巨人様が島津の殿様に見せたところ、これを島津家の 船印にしたいということになりまして、でそれから今度はそれを島津今度は政府に、明治政府の方にこれを国の印にしないかということで提案をして、それが取り入れられて明治3年1月27日太政官報第27号を持って正式に日本の国旗になったと、こういうふうに言われています。はい、どうも。